河合氏たち我はれ、大日本帝国陸軍の軍人、水泳選手。最終階級は、陸軍隊員。慶應義塾大学卒業。1932年ロサンゼルスオリンピック100メートル、自由型銀メダリスト。バロン西氏と共に、硫黄島の戦いで戦死したメダリストであるが、知名度が、低く、もう一人の、と言われる。河合氏の来歴、人物像を語る資料は、 西と比べると圧倒的に少ないが、太平洋戦争で死んだ著名なアスリートの中では、比較的資料が残されている。2004年時点で、秩父の宮記念スポーツ博物館にわずかながら、業績が展示されている。1911年、広島湾に浮かぶ東、のみ島の大垣村に生まれる。実家は米屋であったという。地元では港を出る客船と泳いで競争して、 かっていたという伝説が残る。大個人上昇学校を主席で卒業する。1924年、旧制修道中学校に進学。当時修道中は中学水泳会で競合で、日本中東競泳大会では1927年1928年で2連覇を達成している。その中で河合氏は才能に磨きをかけ、最上級生時には水泳部首相を務めた。 なお二木下が、大横田勤、三木下が、河津健太郎になり、水泳の三バガラスと称された。慶応義塾大学法学部に進学する。学生時代、福沢家に所生として住み込んでいたという。水泳部に所属し活躍。身長は180センチメートルと高かったが当時、足が、やや細く、鍛えるために一枚輪の鉄下駄を常用していたという。 1930年神宮水泳場会場。同地で行われた同年の極東選手権において、正式種目ではなく公開競技として行われた50メートル自由型に出場、予選 B 組4位で敗退している。ある日の強化合宿メンバー。最高列左から2番目が河合氏表記の通り、大横田、河津、宮崎もいる。1931年。 翌年にロサンゼルス五輪を控え日本水泳界は各種目で記録更新が続いていた。当時日本のエースだった高石勝雄が100メートル自由形から離れた種目に専念すると100メートル自由形は前年から活躍していた選手に加えて宮崎浩二湯さまさのり、豊田久吉らの台頭により滑張した。この中で河合氏は 1930年100メートル自由形で1分03秒0を記録しその年の国内ランキング10位に位置していたが、1931年10月全日本選手権で1分00秒6を記録しその年の国内ランキング3位となり、結果五輪代表候補選手に選ばれ、五輪選出直前の強化合宿に参加した。ただ、合宿最後に行われた記録会で、 成績は振るわなかったという。諦めていた、河合氏は代表選手発表会場であった、神宮水泳場には行かず銀座をブラブラとしていると、店のラジオからのニュースで自分が代表選手に選ばれたと知り、慌てて神宮へ駆けつけたという。そしてス入り後の記録会で、宮崎に次いで2位となり五輪エントリーが決まった。左から、宮崎、シュワルツ、 河合市1932年8月6日、100メートル自由型予選は4組で、河合市は第2組に入った。ロスゴリン競泳日本代表の中で一番最初に泳ぐことになった。この予選、当初判定では河合市は2着と発表されたが、審判の安倍テル太郎の判定により3着に変更された。安倍は河合市がベストサードで、 予選通過できると分かった上で判定に抗議したと証言しており、結果周りから非常にフェアだとありがたがれたという。同日、準決勝は2組で、河合氏は第2組に入り59秒0で1位通過。同年8月7日午後3時20分、決勝。宮崎が、逸話新記録で金メダル。河合氏は58秒6で2位に入り銀メダルを獲得した。 この後発信が日本チームの勢いを生んだと言われ、この大会では男女計11種目中金メダル5個を含む12個のメダルを水泳王国日本が独占した。河合氏の回想によると予選の組み合わせは本人も含め誰もが苦戦を予想していた。加えて日本選手団で最初に泳ぐことになったため2、3日前から上がっていたが、 予選のスタートに立つととても落ち着いて良い気持ちになった。そして予選2着で喜んでいたが3着に変わって、ハッとしたがベストサードで予選通過となりまた喜んだ。そこで準決勝では開き直って何も考えずに挑んだことで決勝に進めた。決勝は宮崎が優勝するものだと分かっていた。ため気楽に挑んだことが好成績につながったと証言している。 また河合氏は後に思い残すことは一寸もなかった、完全に責任を果たした、と語っている。地元、のみとに帰ると盛大に歓迎されお祭り騒ぎとなった。この時海で模範栄法を披露した。おさむ道中出身では河合氏のほか、大横田、河津、長田博氏もメダルを獲得しており、修道中では慶応大に三本に正気が挙げられた。 慶応水泳部では首相を務めた。また慶応在学中の1933年の夏季休暇中のみ地元江田島にあった海軍兵学校からの養成で同行の水泳教師となり、62期から64期学生の水泳指導を行ったという。期間中、実家から兵学校まで車の送迎があったという。海軍はそのご例として河合市に、 服用の水上練習機を送り、河合氏はそれを母校の大古小学校に寄贈したという。大学を卒業後、福沢家の紹介で大道電力へ入社した。水泳部に所属し、更新の指導にも当たっていたという。1936年第1回大阪実業団、優勝水上競技大会において50メートル自由型100メートル自由型と河合氏が、 アンカーに入った200メートルリレーの3種目で優勝。特に50メートル時では27秒0を脱出しその年度の国内ランキング6位に入っている。1938年3月25日から4月7日甲子園、屋内プールで行われた全国中等学校選抜選手、合宿練習において、河合氏が役員として名を連ねている。 同年、陸軍に招集され広島を拠点とした、不評第11連隊に、配属、1939年中国戦線に、従軍する。この時期に将校になった、公主集合教育。5年間従軍し1942年陸軍将尉で、除隊した。この間、大道電力は、戦時統制により日本初送電に統合されており、除隊した、河合氏は、 日本初総伝に勤務する。1943年10月結婚。1944年6月最召集。妻は妊娠中だった。出生を見送りに来た兄嫁に二度と生きては帰れません。後のことはくれぐれもよろしく。と言い残したとされる。1944年7月3日付で河合氏は独立混成第17連隊に陸軍中尉として配属。 同年7月7日、第17連隊は小笠原兵団への配属が決定。連隊はさらに2つに分けられ、第1、第2大隊が、七島、第3大隊と通信隊が、伊洋島に配属が決まった。河合氏は、藤原玉城少佐を隊長とする、第3大隊に配属された。第3大隊は、北地区隊の主力として、 栗林忠道陸軍大将がいる司令部の防備に着いた。北区隊隊長は藤原大隊長が兼務し、河井氏は副官を務めた。1944年9月第3大隊では地下陣地構築のため過酷な作業が続き、加えて劣悪な生活環境から野戦病院への入院患者が急増した。河井氏も同年9月中旬頃に、 長チフスで2ヶ月間野戦病院に入院している。河合氏は同年12月には副官に復帰し、野戦病院への視察と見舞いに訪れている。なお、第3大隊の人中日記の一部が現存しており、うち同年7月分と同年12月分は河合氏が記述したものである。多くの戦没者と同じく、 大本営発表による、伊王島守備隊玉砕日である1945年3月17日に、戦死扱い、去年33、死後陸軍隊員に特進した。親族の調査によると、同年5月9日まで生きていたという、遺骨は見つかっていない。物静かで、資料深く、謙虚な人柄であったと伝えられる。鼻にかけたりでしゃばるのが嫌いだったという。 ロス五輪決勝の記録は五輪記録体で自己ベストだったが、控えめに喜んでいたという。修道水泳士に河合氏本人による寄稿文が掲載されているが、その中でメダル獲得について一切触れていない。ロス五輪前の強化合宿では、種目と年齢で宮崎浩二ゆさまさのり、豊田久義と同部屋になり、室長を務めた。 監督松沢一角からの信頼が厚かったため、室長となったとされる。宮崎は河合氏を慕って慶応に入学している。また、小池霊さんはロス五輪で優勝候補とされていたが体調を崩したこともあって、鶴田義行に赤敗し落ち込んでいると、河合氏が励ましいろいろと面倒を見たという。そこから小池も河合氏を慕って慶応に入学している。軍人時代、 自分の体を粗末にするなと部下を大切にしていたと、される。中国戦線当時の部下たちの証言によると、河合氏が小隊長を務めていた隊に敵襲があった。際、決起に流行り突撃しようとする部下をなだめ、頭を低くしろ。全員生きて帰るんだ。無駄死にするんじゃない。と叫びながら部下たちの上に覆いかぶさったという。洋島から神戸に暮らす妻に宛てた手紙が残る。 親族の手元に残っているのは、河合氏から妻に宛てた手紙が6通、妻が河合氏に宛てた手紙が1通。妻が宛てた手紙は、1945年1月米軍が、洋島に迫っていた頃に出し、宛先不明として、未開封のまま妻の元に返還された手紙であり、生まれたばかりの子供の写真3枚が同封されていた。河合氏からの手紙の内容は、 身をの妻を気遣い生まれてくる、息子の誕生を喜びあえる日を心待ちにしていた、もので、移用しまでの宣教のことは書かれていない。息子の誕生を、吉報に接した時の漢字は、往年競技において、勝利を得た時のそれと同じだ、生まれたというそのことだけで、随分親父にあれこれ考えさせ、楽しませてくれる、万々歳だと、喜びで綴り、息子の名前をつけた。 この手紙は現在、江田島市の小中学校の一部で道徳の教材に用いられている。河合種の名と記録が記載されているもののみ、広島県内主催競技での記録は省略。国際大会は、極東選手権競技大会競泳競技や、日米対抗には出ておらず、ロスゴリンのみ出場している。ありがとうございます。